お疲れ様です。今日こちらメガネとルミカやっていきます。さあ新環境になりまして、こちらね新カードゴブリンシュタイン入りのメガナイトオルベカのどんなものか早速やっていこうと思います。まあ、元はねロケット星やアーチャークイーンの枠かと思うので、まあ、ゴブリンシュタインのねレベルとかまあなければ、はい、ロケホやアーチャークイーンでもいいのかなと思いますが、まあ、アーチャークイーンよりも、はい、ゴブリンシュタインってちょっと断然優秀なのでちょっとゴブシおすすめです。でちょっと進化ザップにしようかな。なんか一応使われてるのは進化コウモリなんですけど、まあ、ちょっと進化ザップ下方、まあ下方か、はい、下方されてからちょっと使ってなかったのでどんなものなのかねやっていきます。で今回の相手はブラスターですね。はい、ブラスターも下方されたんですけど、なんか意外といます。結構な下方だと思われたんですけど、ね、なんかやっぱブラスターの火力がなんだかんだ優秀っぽいね。はい、エルキもうこれなんかゴブリンシュタイン出すだけ正直強いと思うんですけど、温存でもいいと。はい、ペッカこんにちは。でペッカも下方されたんですけどね、まあ、通常のペッカが結局は優秀だよねっていうので結構います。さあこれはゴブシュ、まあ、博士のスタンもあるのでからのメガナイトとかで踏んであげると相手このカウンターさめっちゃきつないって話なんでね。いやこれがいい。あれなんかさすがにしばいてあげるか。うわなんかすごい、うわなんかだるい動きしてる。え強いカラーのこれ U の追加、ビリビリもあるんですけどなんかする必要もなさそうみたいな。えいい、さあ気づけばペッカボコボコに。でザップはマジ1回も打ってないっていうね。いらねえか。え、でもそっちに使ったら、キング多分折れそう。折れねえのか。絶妙に延命してあげて。これ、タゲ変わるんですよ。熱い。しばいてあげて。博士 ?111。どうやっても折れそうだけど。ディガー拾われて。いや、でもザップ2周か。ね、さあグッドゲームでございます。いやなんかねこう新カードがね結局ペッカとかメガナインとか不利な相性をやっぱ覆してくれるっすよね。ほんと新カードゲーだと思ってます。今シーズンは明らかに強い、育て毒かと思ってます。はい、さあよろしくね。まあ、ちょっと進化ザップなので積極的に回しちゃいたいな。プリンスとかもねなんかダッシュが、まあ、結構前になっちゃうのかな。ダッシュするまでが早くなってね、強いままっちゃ強いままなので。おーなるほど、メガネット出しちゃおうかな。メガネットもちょっと進化メガ評価は高いのか弱いのかなんか怪しいんですけど。よいしょ。えこれのさ、もう8倍にさゴブリンシュタイン出すだけで強そうだけどみたいな。やだめ、アイスウィズ、アイスウィズも強いよね。やだめ。さあまあ迫撃を割いたらゴブリンシュタインも刺されそうですけど、一応ムートとかもあるんで無理せずね、ディガーデッキとして走りたい。いやいいね。さあどうでしょう、ムート、アイスイズ、まあスケルトンキングいるんでどうなんでしょうって感じなの。まだこれギャングサイト後のこうプリンスとかうざそう。肉気あんのかな。あれ、いや都合いい、いや都合いいけど左まあ言うので許容するか。いてえ、結構痛えな。で一応ギャングがあるのか、なんかまずい
なんかまずい。なんだこのまずい。あんな押してたんだけど。やばいね。じゃあ迫撃砲をさ使ってほしいんだよ。だ使った。いやここっすね。新カードの出番。単純にこれがもうほぼ最強クラスでレーザー発射して、よし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 、はい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 、モンスター進化ザップ記念に打って、進化ザップはね3発から2発になっちゃったんでね、まあでもダメージは一緒と、総合ダメージ量は2発目が今までの2回分のダメージを与えるっていうので、まあなんかユニットを処理するのにはね昔よりは優秀かもしれないんですけど、まあ、結局進化ザップの強みはね時間稼ぎだったんで、まあそこが2回しか打てないのはどうなんでしょうと言ったところで、どうなんだ進化ザップマジで見ないんだよな。進化ザップ使うぐらいならなんだろう、なんでもいい、他でいい。さあ26か、え、これ大砲使ったからさ、正直これ端前にゴブリンシュタイン行くだけで天国。はい、でもファイブウッドとかされるとちょっと、いやこれ結構入るっすよ。ふふ入りすぎだから、はい500ダメね、簡単すぎる、イカレです。いやなんか残ったメガナイトに博士、残ったペッカに、まあ、博士、モンスター、怪物、その出すだけで、なんかデカめのカウンターになるんですよね。残ったプリンスに、ハシマイモンスター。そのなんか残り物のちょっと火力高い厄介なやつに、まあ、ディガー繋げるみたいな感覚っすね。で、博士出すと、結構いいイメージあります。ザップなんか、全然回さねえな、俺。一回、まあ、これも正直博士で守ってもいいぐらいな、まあ進化メガを回しちゃいたい。おい、おいしい。26とかね。いやだからまあゴブリンシュタインなだけで今までちょっときつかったようなのもだいぶなんか相性表がね変わりそう。逆に今まで相性良かったけどね、敵にゴブリンシュタインがいるだけで悪くなるもんもちろんあると思います。あのメガナイトはなんかいつもねこのチャンピオン枠で救われてるイメージあります。デッキがリトルプリンス出てメガナイトがちょっと強くなる、アーチャークイーンが出てメガナイトがね輝きやすくなる。さあ今回はゴブリンシュタインで今までよりも参るんじゃないでしょうかと言ったところですね。まあ、メガナイトって結構なんだろう、相性悪いカードも多い、まあ、強いカードも多いんですけど、そこを結構このサブカードで補えればみたいなね、補える陸受けだったり火力だったり、まあ、防衛力だったり、基本的にそれを補ってくれるサブのぶっ壊れが出た時にメガナイトは回るイメージありますね。フェニックスとかね、リトプリとか。まあここはプリンスでええかな。一応ビリビリ受けてもでかいカウンターになると、あこれ強いよな。アイスイスもいんのか、すごいな、アイスイス博士のダブル3メガナイトね、大砲すごい取るね。いやでかっ、からの2発、一発いい。え、相手のデッキちょっと強そうっていうか怖いな。
トルネ、トルネか。大砲使ったんで、端前ゴブリンシュタインとかやっちゃってもいいんですけど、やっちゃったわ。メガナイト来る。やべ。やべ。やべ。どう考えてもやっちゃダメだったか。やべ。あ、逆に？お、すごい。まずやばい。すごい。う、すごい。なんだこれ。おうおうおう、やば、幽体ちょっとやっかな、事故りそうじゃね。ああ、いい取るね。まだ、いやー、マジメガナイトって何が起きてんのか分かんなくなるな。後衛を潰してさ、カウンター勝ち。いや、めっちゃいい。いや、もうこれだけでさ、相手受けむずくね。いや、大砲ちょっと話が変わるが、ビームで破壊しよう。で、ここ進化ザップね。さ、2発目の火力が上がった。ほい。いや、なんかザップ微妙だな。なんだこんな。なんだこんな微妙な。なんなんだろう。あんな強かったの？たまたま相手に刺さってないのか。モンスターに対して刺さんないからかな、流行りに、ね。まあ、博士とメガナイトの組み合わせは全然悪くないな。ペッカを博士メガで守りやすい気がする。縦線使ったな。レイジ、まあ、ペッカか。多いんでね。今シーズン。単体プリンスちょっと見えるよ。まずこれでもいいや。溶かしたい、できるだけ。レイスはどこどっちだ。え、やば。もう全処理見える。おー。いや、まあ縦線か。ペッカプラスやだなこれ。ペッカ縦線レイジ2発いいね。さあ、ペッカラムのゴブリンしたいね。このデッキがなんかめっちゃやってるな。一番やってるイメージあります。今ペッカも強いし、ゴブリンシュタインも強いし、ラムも強いしみたいな、ボンバーも強いしみたいな、強いカード詰め合わせペッカラムっすね。いや、これを守れるかって話なんですよ。守れない。いや、そう、いや、ペッカがな、強すぎんだな。自陣入ってくんねんと終わる。やべ、なんか余計なことしてるやつだな。レーザーこいつ、えさあ寝てね、相手。ああ、やば。もうほら終わってます。ライトニング2のぶっ刺さりゲーミングしてる。なんか、え？ナメップみたいな。ライトニングきた。さあ、ここから勝ちたいですけど。守られてんの？うわっ！うわっ！マジかい。いや、もうなんかその、ミニ残りペッカプラスの、モンスターめっちゃ強いんだよな。あれで破壊されるよな。うわー、ペッカ
ペッカを止めるには今シーズンもね、もしかしたらもっとブラスターが増えるかもしれない。ブラスターにしてもいいな。ブラスターにすれば、まあ、このゴブリンシュタインにもちょっと強いっていうね、恩恵があります。いってら、おー、まあ、ペッカラムかな、まあ、めっちゃいるっすよ、本当にこれしかいないぐらいな。変わんねえな、じゃあ。環境、前シーズンペッカラム最強でペッカ下放されたけど、まあ今シーズン最強、まあそりゃそうかっていう話ではある。進化テスラ下放されたし、ブラスターも下放されたし、ペッカを処理する手段がなくなっちゃったよ。頑張れ、延命したい。ここいい、これ大事。いや、もう一回スキル使いたいな。頑張れそうで、博士飛ぶっす、これ。わーでかっ。ふふ、強っ。まあ、レイジも、わあ。一応もう一回スキル使えるっていうね。まあ使ってもよかったし、使わなくてもよかったか。ペッカゴブじゃいか、まだいんのか。このデッキなんか流行ってるデッキにゴブリンシュタインが入っただけだぞ。新環境、陸受けが、いや、いいいいが、この後の進化ペッカ、進化ゴブシャイ、ゴブリンシュタインの詰め合わせきます。レイジを添えられて、いや、これ止まるかな。いや、これ守れんのかな、怪しい。うん、これは目があります。え、ペッカいたよな、いなかった、いた気がすんだよ。いや、めっちゃいい、これレーザーが、いや、マジこのビリビリないとやっていけない。やばい、なんか右がやばい、ペッカの HP が、いや、ここで進化ザップちょっと助かる。うわー、でっけえ。いや、怖すぎるよな、あれにさ、ゴブリンシュタインとか来るだけでも終わるもんな、正直。さあ、進化ペックが、カッチカチな剣。お、この人はスパーキー使いな、違ったっけ、よろしく。お、ブラスターや、ブラスター折り、あー、まあエレジャイとかかな。ゴブリンシュタインエレジャイがね、まあ、一応存在はするんでね。で、ブラスターにオールブレイカーは結局タワーまで届かないんで、わーお。いや、これさ、どうしようか。やば、むちゃくちゃやん。なんだってありな。ラバゴブリンシュタインはでも初めて見たな。レーザーなら一応壊せます。これ陸なくない、相手博士が間に合う。おつ、いや、レーザー打ってホバリング処理してもよかったけどな、やられちゃうかなと思っちゃった。
すごい相手のラバデッキなんかもうラバいらなさそうな。いやいいよ、まあ、正直低めの博士が残ればレーザーでね何たってなる。いやラバ博士強そうだこれ。守れるかな。ライトニングとかあんのかな。ふん、そうなるとちょっと嫌だ。でかい。いやめっちゃいいフランケン。いやモンスター強いね。いやライトニングちょっとやだな。おい、いやでこれさライトニングしか見えてない。いやナイス。え、やばいね、ラバゴブリンシュタインか。なんか強いのかわかんねえけど、ね、こいつの可能性がね試されてる。すべてのデッキに入れる。ラバゴブリンシュタインディガーとかにしたらちょっと強そうだけど。ジュッパーブラスターね。いや結局今シーズンもブラスター説がちょっとずつ出てきてる。結局環境トップのペッカに勝てなくてみんなブラスターにしちゃってんだな。おもろすぎる。あーオリアナ、え、ディガーね、ラバじゃね。掘り裂いたんか。端前行っちゃったらどうなんだろう。いやー溶けすぎだな。いやいい、相手もザップだったっすね。そういえばオリ何のデッキだこれ。ヤザップゴブリンのオリの博士、これザップったらワンチャン入るかな。ラバかな、わかんない。なんか何でもあるありすぎてさ、もう博士でわあ。いや、タゲ変わっちゃった。いやーまあバルーンね、ちょっとだるいな。だいぶか。いやーバルーン止まんねえな。オリもやばいな。守れない、守れない未来しか見えない。どうしよう、勘弁してほしい。やばい。絶対勝てない気がするんだけど。生きて帰れる俺。ヤザメザップなんだよ。やばちょっとでかい。これ一発だったらさ。え、ゴブリンシュタインバルーンだってさ、
何でもいけんな、本当に。ちょっと強そうだな。何がゴブリンシュタインなんだ。まあ文句とかチャンピオンの枠か。もしかしたら過去最高クラスの万能カードかもしれない、ゴブリンシュタイン。ラバとかには今まで入ってきてなかったと思うんだよな。基本的にどんなデッキにも合うリトルプリンスとかも、だからラバにだけ合わないとかね。そう、バルーンとかには使われてたか。いやだから本当にこいつマジ可能性の塊すぎてえぐいね。いやこれだけで痛いんか。まあしゃあなしか。カウンター考えましょうか。これ2コス使ってますんでね、ここに2コス使ったことを後悔させましょう。ロケをちょっとまずい。強っ大砲モンスター、え絶対勝てねえやんモンスター体力高い。え、マジで体力高いな。あ、届いてない。やばない、これ今環境で流行ってるホグデッキ。え、ホグにもバルーンにも行けて、エレジャイアラバにアペッカにも行けて、なんかメガナイトゴブリンシュタイン弱く感じんななんかね、やばすぎる。博士だけ勘弁してほしい。あーマジこれで終わる。強いなぁ。やっぱね、5コスで、なんだろうな。これモンスターのさ、HP が高いのがやっぱいいのかな。絶妙にというか、めっちゃ体力あるやん、こいつ。高すぎるクラスには。それがいいんだろうなと。ふふ。いやもうモンスターでさ、なんかエリゴレみたいな、エリゴレの時間稼ぎでレーザーがついてるみたいな、エリゴレの上位互換みたいになってない。メガナイトマジ無能だったな。頑張ってくれよ。一応がここにさ、あんま意味ねえか。なんかこのラム版とかも流行ってたね。ついよモンスターモンスターマジ最強すぎるわ。モンスターのおかげで勝てるんですけどね、相手のモンスターに勝てないっていう。メガナイトオールブレイカーどうなんだろうね。怪しい匂いがしました。なんかいろんなデッキに入るね、本当に。最強ゴブリンシュタインでした。正直ここまでね、ペッカとかもしっかりいると、メガナイトも今季は苦しいのかなと感じますね。メガナイト好きな方はね、ぜひ使ってみてください。チャンネル登録もお知らせ押したんだね。